はい、こんばんは、川島です。そして今回は台湾ハーフの、サラさんね、今日は来てもらいました。お願いします。お願いします。はい、今回のテーマはセルライト。足のセルライトって結構たまるじゃないですか、うん、太もものここたまりますね、ここね。これを、まあ、今日は消滅するための運動をね、今日紹介していきます。セルライト、これなんでできるかと言いますと、セルライトは運動不足です、単純に。足の筋肉を使ってなくて動いてないから、どん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 脂肪細胞がどんどん溜まってきて、ブク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 できてくるんですよ。だからこれは筋肉使えば溜まらないんだけども、なかなか使いにくいので、固まってるから。だから今日は一回ほぐして代謝を上げてから、ここをピンポイントに攻める運動をね、今日紹介していきますので、ですね、一緒に頑張ってやっていきましょう。それではいきます。まずは太ももをしっかり狙うために、まずお尻からまずほぐしていきます。片足を膝にかけます。そうです。これでちょっとしっかりこう曲げてもらって、この曲げてるような足を手前に近づけます。で、胸をどんどん近づけてもらって、なるべくピタッとつける感じ。はい、これで多分お尻がね、多分伸びる感じがあると思うので、これでまず30秒キープします。これポイントはしっかり近づけることですね。この距離を近づけること、これがポイントです。次、ステップ2。ステップ2は片方足を伸ばしてもらって、ゆっくり前に倒していきます。これで太ももの裏を、ね、伸ばしていくんですが、これポイントはこれ、ね、ちょっとこうピンと伸ばしちゃってると、ふくらはぎもパッと張っちゃって、こっちがうまく伸びなくなってきますので、少し気持ち曲げてもらってもいいです。はい、これでしっかりと足の裏を掴む感じ。そうするとピンポイントで太もものハムストリングスですね、太ももの裏がしっかり効きますので、これも軽くグーッと曲げて、ビターンと伸ばして、ここに効かせてみてください。テスさんは言ってもらったら、まあ、テレビとか、ね、見ながらでいいので、こんな感じで次足を左右交互にバタバタします。はい、こんな感じです。これでバタ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 、ポイントはお尻にバタ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 、こんな感じで約、ね、1分間やっていきます。それがステップ3になります。ステップ4は立ったままでいいです。次横向いてもらって、足を後ろに蹴ります。この時に軽く膝を曲げてもらって、後ろにこの足の裏を突き出す感じ。四つん這いになってもらって、この状態からまず腰がこう曲がらないようにしっかりフラットにしてもらって、この状態から片足をまず上に上げて、膝を伸びます。この状態、90度ですね。で、つま先ピンと上に上げてもらって、はい、そうです。で、このまま上に、つま先を上に上げます。グッと、はい、グッと、はい、これですね。いつもサラさんやってるやつですね、いつもね。これを30秒ね、やっていきます。これ結構しんどいですもんね、はい。さあ、この5つのステップね、今から一緒に5分間やっていきますので、一緒にね、頑張ってついてきてください。それではいきましょう。はい、5分間一緒にやっていきましょう。それではいきます。3、2、1、スタート。まずはお尻ですね、ゆっくり引っ掛けて前に近づけていきます。はい、ゆっくり手をどん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 近づけて前に引っ付けます。で、この時にお尻がこう曲がってるとダメなんで、しっかりグッと起こして、お尻を起こして腰を立ててやるとさらにいいですね。3、2、1、 OK。 次反対向きいきます。はい、グッと近づけて、うわ、硬いわ。徐々にね、こうどんどん近づけてもらって、できるだけ近づけていきましょう。4、3、2、1。はい、次は、太ももですね、伸ばします。ハムストリングス、ちょっと軽く膝曲げても OK です。いきましょう。ベタッとつけます。しっかりとね、太ももが伸びる感じを感じましょう。で、これもできるだけ腰をグッと起こしてね、グッと起こして、丸まらずにグッと起こしていきましょう。 OK、 次反対です。反対も同じように腰をしっかり起こして伸ばしていきます。結構痛いですね、サラさんね、これね。痛いですね、伸びてる。でも結構サラさん柔らかいですね。あ、いつもストレッチしてる効果ですね、きっと。
でどんどんね、どんどん足を奥まで掴んでいって、できるだけ伸ばしていきましょう。よし、次いきます。次バタバタいきます。横向きですね。やりましょう。はい、バタバタいきます。ポイントはかかとがね、しっかりお尻につくような感じでいきます。これね、地味にきついんですよ。テレビ見ながらやる感じですね。スマホ見ながらでもいいですね。で、これは太もものハムストリングスっていう筋肉をね、これ使ってます。この筋肉をしっかり使うと、この脂肪細胞、セルライトの溜まってる脂肪細胞からエネルギーをね、作ってきますので、セルライトが燃えてくるよという運動になります。で、できればしっかりと曲げ伸ばししてほしいので、まっすぐつけて伸ばして、つけて伸ばして、しっかりね、曲げ伸ばしましょう。さあ、ここからね、追い込んでいきますよ。2、1、 OK、 次は立ってもらって、立ったまま足を蹴ります。左足からいきましょう。しっかりと後ろに蹴ってもらって、バランスをきますね。3、2、1、 OK、 次反対向きいきます。右足曲げて伸ばします。はい、しっかりと後ろはね、後ろまで切り込む感じがあると効きます。さらにグッとグッとグッと、でこの時フォームをね、しっかり意識しましょう。3、2、1、 はい、次は四つん這いです。左足をグッと曲げて上に上げましょう。ギュッギュッギュッと、これもしっかりフォームを意識して、綺麗につま先を上に引っ張られる感じでね、伸ばしていきましょう。3、2、1、 OK、 ラスト判定です。右足を上に上げましょう。ラストスパート頑張りましょう。さあ、そのどうですか。でもだいぶやってるから慣れてるんじゃないですか。いや、でもきついです。きついこれの最後の最後はきつい。さすがにね、しっかりとフォームを意識して綺麗になりいきましょう。オッケー、終了です。はい、ていうことでお疲れ様でした。はい、こんな感じでやっていくとピンポイントに使えますので、これでやっと太ももがほぐれて使って燃えてくるというところなので、ぜひね、ピンポイントでトゥルルと燃やしたい方はね、この運動を毎回毎回ね、やってみてください。できれば朝一にすると、太ももがね、しっかり使いやすくなって、一日中ね、太ももがしっかり動いてくれますので、ぜひね、よかったら朝一にやってみてください。それでは今回ですね、出演してもらった台湾ハーブのサラさんのね、チャンネルも下から、ね、貼ってますので、ぜひね、チェックしてみてください。で、ちなみに今回ね、サラさんの方の、動画では肩こりを30秒で消すね、ストレッチを紹介してますので、ぜひもしよかったらね、ぜひね、チェックしてみてください。それでは今回の動画もしよかったら、ぜひグッドボタン、そしてコメントの方もぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。こんな感じで川島式整体と川島式小顔矯正を受けれる店舗が宮崎と東京にありますので、興味がある人はぜひホームページをご覧ください。